ミニ四駆オオカミ、ミニ四駆コアラ GT。 はい、ここはチャンネル隊長新居サーキットでございます。はい、お、惜しい、惜しいな、惜しいな、惜しいぞ。何がダメなんだ。頼むぞ。お、お、お、農家？屈辱の敗退から1週間が経ちました。私はね、このコアラちゃんを何としてでも走らせてあげたい。まともにオオカミさんとレースできるように改造していきたいと思います。はい、着きました。レディーゴー。おもうすでには僕もオオカミちゃんごを持ってるんだけどもね。はい、私もコアラちゃんごを持ってますよ。この前完走できんかったよ。今日はできるんだって。本当に今日はできる。これね、改造したんだよ。詳しくは前回の動画を見てください。ちょっと僕はまだ何も知らないんですけど、今から編集でやったこと見るから。あ、そうっすか。はい、なるほど、はい、分かりました。というわけで、私のコアラちゃんごは無事に走れるようになったので、今日は隊長のオオカミさんごと白熱のレースを皆さんにお届けしたいと思います。いいでしょう、受けて出しましょう。負けたら罰ゲームあるよ。罰ゲームあるの？それは前回やったんだから、罰ゲーム負けるでしょ。前回より苦いやつは用意しました。マジっすか。マジで苦いやつ用意します。わかりました、はい、頑張りたいと思います。はい、あくまで私、感想が目標じゃなくて勝つつもりで改造したんで。めっちゃ強気やん。めっちゃ強気です。めちゃめちゃ苦いっすね、これ。苦いよね。なんだろう、口の中で枯葉燃やした感じ。マジで。すごいよね。すごい。ちゃんと罰ゲームやる上で試しに飲んでるんだけどさ。うん。やばいよね。これやばいよ。
はい、頑張ってください。すごいね、芸能人こんなん罰ゲーム飲んでんの。ねえ、すごいわ。プリンティー飲んだ方がね、辛くないよ。あーすごい。これさ、色すごい薄かったからさ、そんな苦くねえやろと思ったんですけど、バチバチに苦いです。バチバチ苦い、すごいね。頑張ったよ、えらい。なんか今日これで負けたままだと多分気持ちよく睡眠取れないんで、ちょっとベイブルートで戦いませんか。引き際が悪いね、君は。ミニ四駆では勝てたけど、ベイブレードでは負けるかもなんて、ひよってるやついる？いねえよな。行くぜ、俺の超絶アキレスダブルオーディエム。俺の〇が光ってうなる、お前を倒せと轟き叫ぶ。行くぞ。あ、違うわ、間違えた。はい、それでは急遽始まりましたチャンネル隊長新疆ベイブレード大会第2回戦、まあ、今回は3本先に買った本たちということで、はい、はい、いきたいと思います。絶対負けねえ。僕のこの超絶バルキリーのね、まあ、天地のことしてやると超絶バルキリーにならないと。3、2、1、ゴー。もっと今すごい動きしたの。それじゃあ2回戦いきますよ。はい、3、2、1、ゴーシュ。いいんじゃない？いけ大丈夫だ、すぐ安定している俺のマネキン。おお、なんか両者にやみ合ってますよ。いいですね、いいですね。でもこっちの方が今追っかけてますね。いけうわ、これはやばい。どうだ。あー、よし。まだ1対1だから、まだ1対1なんでね。はい、まだ慌てる時間じゃない。まだ1は見える。まあ全然見えますよ。こんな時に負けてたまるかよ。さあ行くぜ。3、2、1、ゴーシュ。うわ、すごい、めちゃめちゃ、イエーイ。さあ、はい、というわけで今ね、 2対1ですね。2-1なんで、僕があと1回勝てば君はレッツセンブリちゃん。なんで？さあ行きます。それでは最終戦ですね。私は絶対センブリ茶なんか飲まない。あ、君逃しちゃうみたい。絶対飲まない。行くぜ。 3、2、1、ゴーシュ。よし、よし、私は絶対にセンブリ茶なんか飲まない。さあ、もう一回やろう。飲まない。もう一回やりませんか。絶対に飲まない。最終戦、ほんと秒で決着決まっていいよ。私が勝ちましたので、最初には、こちら本日2杯目のセブンイレブンでございます。自分で行ったもんね、メイベイドに関しては自分で行ったもんね。ジーク、ジオン、ジーク、ジオン。あー、2杯目なので、さっきより濃いめに見出しております。でもね、明らかになんか純度が違う。犬みたいになってるよ。いや、本当にね、口の中でカレーパン燃やしてるよ、これ。マジで、カレーパン燃やしてる味がする。カレーパン燃やして食べたことあるの？はい、よく頑張りました。すごいよね、自分からテイクレースの勝負挑んでて、こんなに普通にいってるなんて。せめて、じゃんけんで勝負しませんか。大丈夫。じゃんけん勝負しませんか。せめてなんか今日1個は勝ちたい。最初はグー、じゃんけんポン。あいこうでしょ、あいこうでしょ。打ち合わせとかないからね。
だから不思議にならないんだよ。いつも私が勝てるから。マジで。ごめんに。ごめんに。バーイ。ちょっと待って。